はい。今日もあなたと百姓天国ということでね。はい。こんにちは。オーガニックハム百姓農園の農園集でございます。お元気ですか皆さん。え、久々の顔出しではあるんですけども、今日は実はね、ちょっと皆さん方にご提案というかね、えー、わざわざ私が顔出して、こうやって素顔さらしながら、ちょっとね、皆さん方にご提案というか、そんな動画をね、ちょっと一本出そうかと思って、こんなスタイルにしております。今回はね、 えー、ちょっと反応反 X やってみたい人みたいな感じで、ちょっとね、動画を皆さん方にお伝えしたいと思ってるんですね。どうですか、皆さん、こういうの興味ありますか <laughs> でね、えー、場所はですねこう、とある自然食品店がございまして、私がね、今お付き合いさせてもらってるところなんですけども、もう40年ぐらいやってる、とてもね、えー、老舗というかね、もう長い歴史があるところで。 えっと、ちょっと今、現在ね、二代目に代替わりして、まあ一緒にね、私とやっているような、あの、やらさせていただいている、そんな形の自然食品店さんで、場所はですね、八王子なんですね。で、えー、このお店の2階にね、住むところもありますので、えー、こんな形で一緒にやる人をどうですかっていう、そんな提案なんですね。で、まあ、反応反エクスをやりたいという、まあ、ですから、普通のね、 お店屋さんで、単なる販売員とかっていうよりも、ね、私の動画を見ていただいている人だったらわかると思うんですけど、そういうこう、思考のある人というかね、あの、ま、オーガニックを、ま、好きであったりとか、畑をもう実際に今までやった経験があるとか、家庭菜園をやってるとかね、そんなようなね、畑オーガニック、あるいは自給自足をね、将来してみたいとか、 そんなようなね、形の年齢層はね、別に問わないですよ。若くなきゃいけないとか、そんなことなくて、あるいは一人でもいいし、二人でもいい。ね。えー、例えば、定年退職をもう間近に控えてね、やめてからなんかちょっとそういう自給自足っぽい暮らしをちょっと目指してみたいとかね、そういうご夫婦でも全然いいわけです。で、えー、固定給ございますので、 それ、とりあえずはね、えー、食べていくことはできますし、住まいもありますので、そういうことをね、働いていただきながら、えー、私と一緒にね、やってるプロジェクトみたいな形で、畑を一緒にやってみたりだとか、そういったことにね、一緒に活動関わってくれるような方を求めていると。そんなようなことだと理解していただければというふうに思います。そんな形でね、 どうですか皆さん、興味ある人、おられますか <laughs>、あのー、直接ね、私と一緒に何かこう、あのー、毎日働くとかは、そういう話ではありませんので、私はね、三重県におりますので、八王子のその場所でね、そういった形で食前食員店でこう働いていただきながら、あのー、こういうことをね、やってみたいという方がおられればね。 はい。いいんじゃないかなというふうに思っております。ですので、興味ある方はね、ぜひ連絡いただければというふうに思いますのでね、えー、いかがでしょうか。ね、何か質問とかあればね、概要欄に貼っておきますので、またコメントいただければというふうに思います。大体いいね、漏れなく喋ったかなと思うんですけど、もし質問とかね、あの具体的なところがあれば、いつでもあのコメントください。よろしくお願いいたします。はい。今日はこんな感じのね、 動画を配信させていただきましたよろしくお願いいたしますご検討くださいませ連絡くださいませ